はい、こんばんは。今日は2020年3月3日です。久しぶりの、古民家買取 DIY プロジェクトの、ご報告になります。ここのところだいぶ、まあ、年末年始からかけてですね、だいぶ急ピッチで進みましたので、ほとんど、まあ、おおむね片付いてきた状況です。まあ、詳細はまた別途、いや、以前流しているかもしれないですね。で、まあ、それはまあ、さて置いといて、で、今日は、ですね、コーキングを打ち替えたいと思います。で、お風呂、ね、まあ、前の所有者さんが、お風呂とか、あと洗面、非常にがっつりやっております。まあ、なんだろう、まあ、結構増築もしててですね、まあ、木工事は結構マメなんですが、コーキングに関してはもうベタってなってて、もうなんかザラザラだし、カビとかホコリも詰まるんで、もう打ち替えます。で、ある程度カッターで削ったところなんですが、まあ、完全には落とし取れないので、こちらを使います。はい、こちらです。コントラクターズソルベント、コントラクターズソルベントっていうんですかね、これ。で、これは発売、原料製造元アメリカオレンジソル社、発売元が、株式会社同一で、船橋の会社になります。原料は、まあ、アメリカで作って、これを充填しているのはあれなんですかね、まあ、日本ってことになるんでしょうか。オレンジオイル、高生成ミネラルオイル、ラノリ、アロエベラ、非イオン活性剤ということで、まあ、床の接着剤、グリース、潤滑油、タイヤ跡、頑固な油汚れが、非常によく落ちるようです。こんな風に、シールも、こうやって貼ってありました。もうね、まあ、その辺、まあ、実際どうなるのかを、試してみて、お届けしたいと思います。はい、こちらトイレです。トイレはまだ全然、掃除してないので、コーキングが汚いままです。ほこり、砂壁の、ね、まだこの辺湿気塗ってないんで、まだこれから汚れると思うんで、このままですけど、一応まあ、お風呂は剥がしてしまったんですけど、こんな風な、お風呂も、こんな風な、べっとりついている状態でした。ちなみにトイレはこんな感じになってます。こちらはお風呂です。だいぶ声が響きますね。ちっちゃく喋った方がいいのかな。で、ここは洗面台で、こちらはまだ比較的綺麗なので、このまま、まあ、掃除して、いきたいと思います。で、ここのお風呂の周りに、べっとりコーキングがついていました。ですが、これはカッターで削ったんですけど、まだやっぱりこんな風にうっすら残ってしまっています。というわけで、こちらに先ほどのコントラクターズソルベをかけていきたいと思います。で、今回汚れが、ひどいので、つけ置きして、それからしばらくしてから拭き取り清掃をしていきたいと思います。で、使い方、タオル、油汚れ等の通常の汚れは拭きかけてしばらくしたら布等で除去してください。シーリング剤等の強力なものは拭きかけてからしばらく放置してから剥がしてください。放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。汚れを除去した後は水拭きしてくださいということです。まあ、とりあえずこうかけてみます。まあ、結構ね、頑張って取ったんですけど、ついてるんで、長く放置してみたいと思います。とりあえず、まあ、香りはね、悪くはないですね。良くもないですけど、
とりあえずということで一旦これで終了します。はい、こちらまだ、コントラクターズソルベ、コントラクターズソルベントを、まだ吹きかけている状況です。で、こちら規制はありませんけど、まあ、ちょっとしたお掃除テクニックということで、普段掃除、油汚れとか掃除するときにこんなことやったりするんですけど、この今コントラクターズソルベントを吹きかけてその上からラップしてます。で、今回油系の溶剤かけてますんで揮発することはあんまりないと思いますけど、こうやってラップかけることによって、揮発することなく密着したまんま、汚れに、汚れとか今回の場合ですとこういうコーキングに、しっかり染み渡るので、これおすすめします。で、特にですね、このこういうのをやんないと、こういうところ垂直部分はもう黙っていたら液体が垂れていってしまうので、何回も吹きかけないと結局つけ置きしてる効果がないんですけど、こうやって、ラップをかけることによって液体が流れ落ちずに、ずっと密着したまんまでいるという効果がありますので、もしこういう、ね、機械が汚れ、油汚れのお掃除とか、こういうのコーキングの垂直部分にコーキングがべっとりついているのをそれを落とすとか、そういうことだったら、こういうふうに試してみてください。はい、それでは十分、染み込ませましたので、いよいよラップを剥がして、状況を見ていきたいと思います。一応布引きっていうことだったんですけど、今回僕はこちらスコッチブライトで、削っていきたいと思います。それであとは水で流していったりしたら、流してきれいに乾燥させれば、仕上がります。で、こうやって見ていただくと分かると思うんですけど、非常にきれいになりました。一部こういう残ってる白いのはまたなんかコーキングではない、また硬い何かが残っているので、これはまた別途、まあ、少ししか残ってないのでカッターで削っていきたいと思います。ということで、コーキング落とし、コントラクターズソルベント非常に有効でしたということで、終わります。はい、いかがでしたでしょうか。コントラクターズソルベント、一部音声が聞きにくかったかもしれません、狭い室内で、音が非常に、響いてしまったので、
で、で結果は、綺麗に、非常に綺麗に落ちました、コーキング落としは、コントラクターソルベントが非常に有効だというのが分かりました。でこれで安心しっかりあとは、ね、あの水で洗い流して乾燥させて、次はあの下地してちゃんとあのコーキングできるということになります。でコントラクターズソルベント、ね、作業してて思ったのですが、あの匂いがあのスノーボードとかスキーのワックスを落とす、まあ、リムーバーと同じ匂いですね。そういえばなんか、まあ、塗ってて思い出してました。非常に昔スノーボード好きでよくやってて、ね、がっつり手入れとかしてたんでその時のことを思い出しました。ということで、逆に言えば、スノーボードの、リムーバーにも、コントラクターズソルベントが使えるのではないかとか思ってきたりします。もしかしたら、落としすぎちゃって板を傷めたりするかもしれませんけど、とりあえず、フルワックス落としには、コントラクターズソルベントが非常に有効かもしれませんので、やってる方はぜひお試しください。それでは、終わります。ありがとうございました。失礼します。